こんにちは。今回はですね、はい、Amazon からちょっとなんか面白い回がないかなと思って調べて、ながらみ、ながらみ、ながらみっていう回、静岡県の、まあこれね、こんな回、醤油でもしてやるけど、もうそのまま食べれるらしいよ、もう。バリバリね。バリバリでガリ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 って。辛ごと、辛ごと、嘘。出るかい。すごい綺麗、ほら。模様が。で、なんか、これをさらに塩茹でして、塩、塩気を増すのもいいし、醤油、みりん、酒だし、で、軽く味付けするのもいい。はい。じゃあ食べてみます。なんかこの表だけ見たらすっぽんの子供なんみたいな、いっぱいいるみたいな。本当だ、色がそんなに。ちょっと食べてみるか。綺麗やね、ツヤツヤしてる。このなんかね、あれに書いてあったけど、ちょっと塩気が足りないかも。あ、そう。おお、ダメだった。ほら、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 最後が難しい。最後が、最後どこまであるところ。あった、あるよ、全部。ほら、あられちゃん、あ、できんかった。食べてみて。食べてみるよ。味噌の香りがして、みなって感じ。美味しい。なるほど。これ事故あった？あったよ。マジで事故食いてんの？ジャリジャリするよ。マジ？ちょっとジャリってするって書いてあった。ジャリっていうかサリってするね。徳ちゃん一番好きなやつね。しかも、ああもう取れんやった。二回目失敗。よし、これを味付けしようかね。はい。あ、でも煮立たせる。あ、塩でもうまいな。うまい。もうちょっと俺塩味が欲しいかな。そうそうそう。はい。ということで、これをいつもの味で。いつもの。ここ綺麗じゃん。本当だ。サンポール。多分なる。白いのもいる、ほら。あ、本当だ。え、これガリ。おはじきみたい。ね。音が。綺麗だな。茶色もいる。これ綺麗やん。コレクターがいるんじゃないの、これの。ながらみコロッケさん。ながらみコロッケ。ながらみコロッケ。あ、ほら、こんな色もあるよ、ほら。うん。茶色、ほら。ほら。ほら、ほら、赤みが。あ、ほんとだ。面白いね。ねえ。綺麗。めっちゃ面白いじゃん。でも、折ったところの色やろね。これ何？ながらみのかけら、これ。ちょっとながらみのかけら。結構洗ったけどね。ガリガリ。どうする？こういろんな貝が入ったってすね、ながらみっていうやつ一個も入ってない。それからね、片つもりが入ってる。一個だけ浮くんやね、水につけたらとか。なんかニューってなるからもう出てきて。えらい粘り気の出てやろ。竹醤油みりん砂糖出していいとか。これ入れてみたらいいかも。ゆずこしゅう。おし、えらいおしやね。絶対おし。本当に？多分絶対うまい。入れる？いいよ。やる。じゃあ、水分は？ちょっと水と酒。余ったら持って帰ってね。はい、加熱します。酒。甘ぶきのも。甘ぶきのも。おい。浜ぶきのも。浜ぶき。何それ？なんか言ったやつやろ、さっき。これね、CM やったか、なんかの番組の始まりやったか。いや、甘ぶきじゃないです。これ何の CM か、ちょっと誰か教えてください。めっちゃ気になる。これ知っとく？なん？いや、多分知らんはずやん。東京入れて。なんかね、ひょっとしたら佐賀テレビだけかもしれん。わからん。これと子供さんは知ってる。東京なんとか、東京なんとか。スラダス入れる？入れよ。スラダス入れます。大体でいいですか？はい、大体で。薄めに味付けてもいいかもね。おお、木村君とは思えない発言。薄めに味付けてもいいなんて。味付けもいいだろうが。いいわけないでしょ。濃いめに。いや、そんな濃くならないはず。これぐらいでしょ。もうちょっと。はいはい、求めるやん。みりんも？みりんも。あ、いい色やね。いい色、いい色。たる。甘くする？甘辛く。ほどほどに。はい。これ自体の貝の味が結構美味しかったっけ？ああ。分かってきた、もう。ついに素材の味ってやつ。当たり前じゃないですか。でも、キャラで言ってただけ。そう、濃い味キャラしてるけど。演じてただけね。なかなか辛いもんがあるけど。ゲット値。あ、じゃあ。
ほんだしもんでいいどんどん追加していくこれも濃いけんで、ね、何やんけ、ほんだしがほんだしね、何やんけ、さっき探し回ったけど、胸奥にそこあるっすよ、座ったポンポンって言われた、なんかトントン、トントンっていう、おおおトン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 トバルボスタッツでパンパルコスタッツ柚子胡椒風味ね柚子胡椒いいね柚子胡椒何にでも入れる柚子胡椒柚子胡椒っていうね、おじいちゃんたちガネそう、ガネにしろ柚子胡椒にしろもっと効かせるここまでだいぶ柚子胡椒柚子胡椒のあ、いい感じうん見てないでしょうかタカンツは、タカンツはいるんでよかったタカンツもいるタカンツいるかこの間から俺らタカンツ大量消費しようあ、もうラスチやんスイッチの高くてリストね、自作のこれ去年、一昨年のやつやったっけああ、作ったあれでそうやね、まだ残ってたのまだ残ってすごもう結構辛みもね、あるある自作で、ここで味見ませんとねうめうめちょうどいいと思うよしよし、じゃあこれで炊いていきまーすはーいいいよ、これよし10分ぐらい炊いたよはいこんな感じもともとね、あの醤油でやっちゃうみたいなうんおい茹でられとるけんねで、これ冷やしたらまた味が入るでしょう、うん、持って帰ろう俺今日いいね、つまみあ、どうぞどうぞどうぞあー、全然ね、全然ね泡いらないタイプ泡いらないタイプあよせっかくもこち道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 しようかもこち道乾杯あー4時4時4時ろいただきますいただきます水胡椒効いてるかな熱いいただきますあ、うまいうんあ、うまいうんうまいうん柚子胡椒どこ行ったほんのりいや、うまいこれ冷めたらめっちゃ味がいいうまいねこれはこのくらいの味付けがちょうどいいんだよ味付けっていうのはうまやっぱこう出なくちゃこんな感じみんなこんな感じみんな徳ちゃんはね、うん、多分好き嫌いがあるけどジェリーってしたらすぐね、うん、ウィーっていう、うん、ダメですねあこれね、うん、安かった1500円で送料が1200円いろんな、いろんな疑問が出るねでも、美味しい、うん、美味しいどこでもいるんすかねどうなんすかいや、これ俺見たことないよ、海ではだから深いとこにいる静岡あ、深いとこにいるって書いてあった知らんし遠州灘っていうの遠州灘って何遠州灘遠州灘ってどこゲーガイナダの潮風にこれをカープ、カープ、広島って言ってる手掘りで取れてるってことは浅いとこにいるんだね浜名湖とか書いてあるもんああなるほどね、うん、掘るぐらいだからちょっと砂の中にいるのかなそうだろうねこれね、うまいめちゃめちゃうまいうまいあやっと事故出た身がちょっともちっとしてるよねうんおすすめだ、これは、うんおつまみに本当でもちょうど良さそうやね徳ちゃんも好きよきっとおつまみね砂利っていうとこだけね取り除いて取ってからほらこれ砂利と取ったよいるいやいるお砂利は取った内臓はかすかに砂利ってあるないない事故と取れんやったうまいね美味しいでしょうん見たっけうわ出たほら出たちゃんとだ出たうん出たうんちょっとね事後手前にもなんかある あるね、うん、確かにでもなんか嫌な砂利ではない俺は、うん、あの大粒じゃないもんねアサリのガイまあ確かにね、うん、あ、言った確かにどっかに消える砂やけんさらっと砂抜きは難しいかな、うん、なんか変な唾液のガバイ出てきたうん美味しい、うん、美味しいです美味しいです以上はいながらみガイでしたはい、はい山佐水さんでした、うん、ありがとうございましたありがとうございました、うん、ご視聴ありがとうございますメインの釣りチャンネルはこちらねはいしはい